ではちょっと今から弦を外します。人によっては1本ずつ取り替えた方がいいっていう人もいます。その方がこうネックにかかっている力というのが変化が少ないのでネックに負担がかからないっていう人もいるんですけど、今日はちょっといろんなパーツの点検もしたいので、あえてちょっと弦を全部外して作業をしやすくしようと思います。でこの弦は再利用するつもりがないので、緩めてからニッパーで切って取り外ししやすくしようと思います。外します。ではちょっとニッパーで切ります。今から弦を交換していこうと思います。1弦、2弦、3弦、4弦、まあどれからでいってもいいと思うんですが、とりあえず4弦から。弦の張り方で一番大事なのは弦がよれないこと。まっすぐ張っている弦がこういう風にねじれて張ってしまうことを言うんですよね。でそれを防ぐためには固定しなければいいんですよ。この付け根の部分、このブリッジとポールエンドの部分を固定しないで弦を張ればいいんです。この前にここが傷をつかないためにマスキングテープで養生します。これ結構大事です。気を抜くとここすぐ傷つきます。これで養生ができました。弦を通して、まずい一旦しっかりここまで通して接頭側に持っていって長さを見ます。これぐらい弦が余ってますよね。それを、短く切るんですけど、目安はこの間隔2個分長さで切る。だからこの場合弦を張って、ここですよね、弦を切ってマシンヘッドのこの穴に差し込んで、まずしっかり折る、巻く方向に一旦入れる、しっかり固定されます。そしたらブリッジのこのところなんですけど、ここを戻します。そうすることによってこっち側が固定されないんですよね。弦がよれてしまうのが防げるんです。ここでこう弦が浮くのを抑えて巻いていきます。で弦を巻くときは下に行くように巻いていくんです。これが上に行かないです。このマスキングテープがないと弦が引っ張られるときにここが傷ついちゃうんですよね。だからマスキングテープが必要。下に巻いていくことによってヘッドとの角度、これがちゃんとつけることができる。でこの調子で、全部巻いていきます。フェンダー系のベースの場合、ストリングガイドが1弦2弦しかないんですよね。4弦ベースの場合4弦は角度がつくんですけど、3弦の角度がなかなかつかない。ちょっと緩くなってしまうので、ここの角度を同じにするためには3弦はちょっと多く巻いて下に行くようにするのが必要なんです。4弦は今これ約2巻きなんですけど、3巻きぐらい巻きたいかな。3弦はでそのためにはちょっと長めにしたいので、ちょっとあえてこの弦なら切らないでちょっと巻いてみようと思います。こういう状態にして3周もペグで巻いていくのはめんどくさいので、ぐって差し込んで折り目つけてしっかり固定したら、もう素手で巻いていっていいと思います。こうやってこう、ただこれをやってブリッジでポールエンドが固定されてると弦が 100% よじれますので、絶対に後ろは固定させない。弦も回していきます。これで3弦が巻き終わりました。ですけど3弦が約4周巻けてます。これのおかげで弦が下まで下がるわけだから、ここの角度がきっちり4弦と同じぐらいになるんです。これでナットにかかるテンションが同じにできる。1弦と2弦はここにあるこのストリングガイドがあるから同じ角度になるんで、まあ2周でも1周でも、まあ2周の方が安心かな。今から1弦と2弦をやっていこうと思います。
2面が終わりました。で最後に1面。昔まだ私があの経験が浅い時、1弦と2弦間違えて1弦を2弦に張ってしまい、気づいた時には貼り直そうと思っても弦の長さが足りなくてバラ弦を買い直すという悲しい思い出もありますので気をつけてください。ちゃんと表示を見て確認しながら貼ると間違いなくていいと思います。貼り終わりました。